はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は、ガチャ動画になります。で、今滝本の挑戦状が、来ている週なんですけれども、ガチャの方が最強を目指すトリオガチャということで、まあ、一応ピックアップされているのが久方と清本と滝本といったところになります。で、単ガチャの方が、初回のみパワーストーン15個で引けますと。で、10連の方ですね。10連の方が、まあ、初回がパワーストーン150個で、PR 以上の滝本が1枚確定。で、2回目がパワーストーン200個で、上記3キャラから SR 以上1枚確定ということなので、まあ、SR 確定ガチャなので、こちらを、まあ、2回引いていこうかなと思います。で、まあ、一応3回目以降は SR の出現率が、まあ、2倍にはなっているんですけれども、まあ、今回は2回だけですね。で、滝本はもうそもそもね、自分 SR 持ってるので、滝本の挑戦状はもうすでに金の、宝箱は全部回収済みになってます。で、滝本はちょっとね、初期評価が低いので、まあ、この3キャラのうちだったらやっぱり滝本を引いて、上限解放して、初期評価をちょっと上げていきたいなと、思ってます。なので、欲しいのは滝本ですね。じゃあちょっとガチャの方に行きましょう。で、チケットを使う際は、空きがないとちょっといけないんですけど、ガチャを引く際は、空きがなくてもボックスみたいなところに、ぶち込まれるんで、まあ、全然大丈夫ですね。なのでまず初回10連ガチャ、これをやっていきますと、PR 以上の滝本だけれどももちろん SR でもいいよと。グーグーグー、はい、ポン。おー、普通だなー。さっきのところでね、赤背景が来てくれると SR が出るんですけど、まあ滝本ですね。滝本の PR、 あ、まあ滝本が普通に R で出てきた。滝本のね、 PR はね、1枚しか持ってないんですよね、今回初めてです。で、清本の R が来て滝本何枚出てるんだみたいな1,2,3,4枚か、まあ、多分ピックアップされてるんで、まあ、上限解放をね狙いたいっすね、滝本は。で、ここが、2回目の10連ガチャなので、まあ、久かった、清本、滝本の中から SR が1枚出ますと。さあ、誰が出る？ここでグーグーグーが来て、まあ、SR 確定なんでね、まあ、赤背景が来て、まあ、1個か。まあ、1個だよね。ああ、いいね、滝本。お、これはエミリちゃん。エミリちゃん R 初めてか。河本くんの PR とかありますね。というような形に、なってますと。じゃあちょっと、あ、そうか、ボックスを整理しないと、開けられないので、そうですね、ちょっと上限解放の動画も需要があるかどうかよくわかんないですけど、とりあえずボックスを整理します。はい、じゃあちょっと整理をしたので、滝本くんを、上限解放していきたいんですけれども、まあ一応今回のサクスペでの自分の上限解放のやり方は、まあ回の PR とかですね、これをプラス5まで持ってって、確実に、上限解放を狙う形にしてますと。まあ、なんで滝本ね、普通の SR と SR をくっつけるのは全然いいんですけれども、SR で、この PR30% っていうのはね、やらないことに、しましたもう確実性を狙って PR、プラ5にしてから SR とくっつけると。で、 PR、まあ、レベル0だと 30% で、 で1上がるごとになんか 3% くらいずつ上がっていくのかな。で、一応5になった時は、プラス 100% で上限解放ができるので、まあ、そこを狙っていきますと。で、あとプラス5になると一応上限解放した時に、まあ、運が良ければ、2段階ね上限解放なったりもするので、まあ、そちらも狙っていってもいいかなという感じでやっていきますと。じゃあ、35の滝本とりあえずくっつけましょう。上限解放1アップしましたと。で、あと滝本くんがやたら出たんで、ちょっと PR の滝本くんですね、こいつをちょっと鍛えていきたいので、そうするとまずプラ5の、滝本 R プラ5ですね、
で R プラ3になると解放 39% なんですけれども、 R プラ5になれば1ランク上のレアリティですね、これが上限 100% で、解放できるので、使いますと。で運が良ければ、2段階解放が、狙えるので、まあ、ここでプラ5を投入した時に、これ上限解放2回になった時ってどういう演出なんだ、普段これ飛ばしてるんで。あ、そうそうそう、レベル上限解放0から2になってるじゃないですか。通常は、まあ、レベル上限解放1しか上がらないんですけれども、まあ、これで2段階上限解放が、行われましたと。で、プラ3だと、まあ、39% なんで、これはまたプラ5まで持っていってから、上限解放を、まあ、狙っていきますと。で、そうすると、まあ、同じ形で、蛇島とか、今、プラ3で止めてるんですけれども、まあ、これはですね、プラゴの蛇島が、いるので、まあ今回のガチャで出来上がったので、これをまあ投入しますと。で、そうするとどういう感じなんだこれ。あ、これはでも1しか上がらなかったですね。レベル上限解放3から4になってるので、まあ、1しか上がりませんでしたと。なので、まあ、R はもう使い切っちゃったので、これはもう普通の PR を投入してレベル5にしましょう。だからこれで、2上がってれば、まあ、プラ5になったので PR が、1枚無駄にならずにっていうか、まあ、無駄ではないんですけれども、まあ、節約できる、形になりましたねというところなんですけれども、まあ、蛇島自体はねまあそもそも SR 持ってないし、なんか微妙なキャラなんで、まあ、どちらっていいんですけど、あ、河本くんとかいけるな。河本くんとか普通にやろう。同じレアリティのやつはだからくっつけちゃいます。でね、これやるとね、やたらね、ボックスがね、圧迫されるんですよね。要は R も全部取っておくっていう話になるんで。ね、浜崎くんとかね、プラゴーが1枚あって、さらに PR が1枚残ってますからね。まあ、浜崎くんの SR が出てもちょっと悲しいだけなんで、あれなんですけども。今のところ見るとこんな感じかな。滝本 R もう2枚あればプラゴにできるので、そうですね、滝本くん、やっぱり有能キャラではあるので、ちょっとね、他にさらにライチとかね持ってるってなると、まあ、立場奪われちゃうんですけれども、今の自分のデッキの中ではもう滝本は、かなり優秀キャラなので、まあ、上限解放して、まあ、少しでもね、ボーナスのレベルを上げていきたいと思います。45で、37になれば初期評価50で、40になれば初期評価55まで一応上がるんで、ちょっとね、滝本は初期評価が低いっていうところが一つネックになりますので、というような、ところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。